はい、どうもメイチャンネルです。今日私はですねコンラッド東京さんの方にやってきております。これからですねラウンジの方に行ってですねアフタヌーンティーをいただきたいと思います。じゃあね早速向かっていきます。行ってまいります。はい、こんな感じでね、シフォンだったりとかですね、サンドイッチをね、いただいていきます。はい、今こんな感じでですねお風呂場にレイ君と避難してまして、この間にね嫁がレイ君のねバースデーお祝いの装飾をね施しているという感じでございます。イエーイイエーイイエーイ。レイ君明日で何歳？クレバトカバトカね。レイ君明日で2歳。5期ねっていう感じでね、今日はレイ君のお祝いでございますので、まあ、ちらっとねお見せしますけど、それ以外の動画に関しましてはね別途レイチャンネルの方でねお届けしたいと思います。はい、こんな感じでねカクテルタイムいただいてきました。結構、ね、メニュー豊富です。オリジナルのねノンアルコールカクテルもございます。いただきます。チキンですね。そうめんですね。うん、うまい。はい、結構おしゃれな感じですね。はい、おはようございます。これからねちょっとプールの方に行ってみたいと思います。朝ね7時12分ですけど、ぐっすり眠ることができました。じゃあねプール行ってまいります。はい、じゃあねこれからプールの方に向かっていきます。プールはね29階の方になります。館内ねバスローブで移動できるんで嬉しいですね。
はい、レイ君用のね、ご飯を持ってきました。おいしそうですね。ブリ、はい、その他もね、非常に美味しそうです。マグロなんかもね、いい感じですね。はい、そしてね、クロワッサンとパンオショコラですね。はい、そしてチーズとかね、サーモン、美味しそうです。はい、そしてね、私のホットチョコレートでございます。はい、私の方ではね、和朝食みたいな感じで白米とマグロの山かけ、味噌汁、お蕎麦と温玉、そしてね、鮭とか明太子とかね、持ってきました。はい、で洋風のね、プレートの方にはハムとね、サーモンとかね、トマトとか持ってきました。美味しそうですね。はい、じゃあね、いただきます。まずね、ホットチョコレートいただきます。うん、甘めで美味しいです。はい、その他ね、シューマイとかね、いただいていきます。うまい。はい、こちらね、ロブスターオムレツとコンビーフハッシュね、いただきました。美味しそうですね。はい、それじゃあね、こちらのコンビーフハッシュの方いただいていきたいと思います。お、割れる感じですね、卵。お、めっちゃ美味しそうです。黄身を絡ませてね、いただいていきます。こんな感じです。いただきます。うまい。結構ね、味付けがしっかりしててですね、卵の黄身でまろやかになる感じですね。なんか不思議な感じです。このポテトがね、コンビーフにね、くるまれてる感じなんですよね。うん、美味しい。はい、続いてこちらのロブスターオムレツいただいていきます。はい、こちらがロブスターです。うん、めっちゃ濃厚、美味しいですね、やっぱりね。はい、そしてね、フルーツにメロン、グレープフルーツをね、持ってまいりました。マスクメロンっていうのが嬉しいですね。はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃね、美味しかったです。そしてね、レイ君が好きそうなこういった水のね、新幹線型のお水いただいたりとかですね、このトミカのね、シール、こんなのまでね、レイ君用にいただきました。めちゃめちゃありがたいですね。はい、で、まあご飯はね、やっぱり美味しかったです。で、めちゃめちゃね、10時ぐらいにもうピークが来ててですね、人が相当行列ができてました。びっくりしました。私どももね、ちょっと遅めに行って9時前ぐらいに行ったんですけど、まあ、スムーズにね、入ることができてよかったなというふうに思います。で、久しぶりのコンラッド東京さんね、宿泊させていただきましたけれども、やっぱりね、めちゃめちゃいいですね。あの、べったりっていう感じのね、ホスピタリティではなくて程よい感じで、まあ、またね、レイ君の誕生日をね、心よくお祝いしていただいたっていうね、感じでしたので、めちゃめちゃね、ありがとうございました。いいね、レイ君の誕生日を迎えることができました。はい、ということでですね、今回の動画に関しましてはこちらで以上とさせていただきます。この動画がためになった、参考になった、面白かったよという方は、ぜひね、高評価ボタンとコメントを気軽に残しておいていただければ幸いです。あと概要欄下の方に、私 Twitter、LINE、Instagram、Clubhouse やってまして、 URL 貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。またね、こういった旅行動画なんかどんどんお届けしていきたいと思ってますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあね、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。